ザ・ストレインは、ギレル・モデル・トロ、チャック・ホーガン・教著による三部作からなる小説の第一部。日本では、ザ・ストレインのタイトルと、大森望による翻訳で、早川書房から刊行されたが、文庫化の際には、沈黙のエクリプスと解題され、上下巻に分割された。続編に、第二部、暗黒のメルトダウン、第三部、永遠の夜がある。 本作は2006年に FOX テレビとテレビシリーズ企画として進められていたが、曲側の求めていたものとデルトロの考えていたものに相違があり、中止された。そのため、設定、ストーリー、スクリプトの権利はデルトロが保有しており、作品化して発表したいと思っていたが、映画化するには規模が大きすぎ、テレビシリーズにするにはスケジュールがないので、小説という形式を取った。 デルトロは映画シナリオなどを書いた経験はあったが、長編小説を書き上げた経験はなかったので、合作の相手を探していた。そこでデルトロの目に留まったチャック・ホーガンは、デルトロの設定資料を読んで合作を開拓し、それぞれが個別に執筆した章をメールで送ることで本作は完成された。なお、三部作を通したあらすじやメインキャラクターはデルトロによるものであるが、 フェットは、ホーガンのアイデアで誕生したキャラクターである。その後、2014年から2017年にかけて、FX で、ストレイン沈黙のエクリプスのタイトルで、テレビドラマシリーズ化されている。2010年9月28日、ベルリン発ニューヨーク行きボーイング777、リージス航空753便が、JFK 国際空港に着陸し、 誘導路に侵入した直後に停止する。管制官の呼びかけにも応答はなく、電気系統もすべて落ちた上に、すべての窓にシャッターが下り、扉も閉まっている。機体下部を焼き切り侵入路を作ろうとした直後、翼の上の扉が開いた。侵入した緊急救助隊員が見たのは、座席に座ったまま死亡している210人の乗員、乗客だった。バイオテロや、 アウトブレイクの可能性への警戒からアメリカ疾病予防管理センターの特別範囲が招集される。チームを率いるイフはざっくと過ごす貴重な週末を切り上げて空港に急行し、機内の調査に入る。ありがとうございます。